こんにちは、陽子です。おだまきと都忘れの花。これは1978年から1年余り使っていたスケッチブックの中に見つけました。おだまきは、つぼみの形が麻の糸玉に似ていることからついた名前だそうです。どちらも丈夫でよく咲く青紫色の大好きな花です。こちらも同じスケッチブックで、社会人3年目の夏、母校の夏期講習会で書いた素描です。しばらく書くことから遠ざかると、見たものを指先に伝える神経のルートが頼りなくて、手探りでは思い通りの線が描けません。クロッキーを何度か繰り返し、感覚が戻ってくると、手元を見ずに目をモデルさんにロックしたまま、勢いのある線が描けるようになります。力強い線でぐいぐい思い通りの素描が描けたときは本当に嬉しい。学生時代はほぼ毎日3時間ラフのモデルさんに向き合っていました。クロッキーは5分から10分ごとにモデルのポーズを変えますが、形が決まり油絵に移ると20分間モデルに集中して描きます。5分か10分の休憩を挟んで20分のポーズが7回前後、合計3時間続きます。休憩はモデルさんのためのものなので、学生はその間にも椅子や背景を描いているのですが、慣れてくると休憩に入ってガウンを着たモデルさんとおしゃべりしたり、素描をしたりすることもある。リラックスした時間でした。久しぶりのデッサンはいかがでしたか？一枚の素描の中にアトリエの張り詰めた空気を感じ取っていただけたら嬉しいです。しましょう。